はい、どうもお世話になります。サムロのガンプラ製作です。 HG144/1 ゼータガンダム、2003年の10月発売、販売価格は1760円ですね。こちらのゼータのハイグレードのナンバリングは41となります。リニューアル前のキットですね。最初の HGUC はガンキャノンで1999年5月発売、2020年の11月現在、ハイグレードはナンバー236まで発売されていますから、かなり初期の HG に該当すると思います。はい、それでは組み立てつつゼータガンダムに触れていこうと思います。ゼータガンダム、エウゴとアナハイムエレクトロニクスによる共同開発計画、ゼータ計画で開発された機体の一つ。宇宙世紀86年初旬、エウゴと協力関係にあったアナハイム社は、エウゴからの依頼を受け、リックディアスの完成と同時に次世代の高性能モビルスーツ開発計画、ゼータ計画を発動させる。本機を開発するにあたり、開発チーフは勝見設計技師、総合技術オブザーバーは旧ジオン公国出身のアレクサンドロ・ピウスツキ博士が担当した。まず当時開発が進められていた機体をベースとした MSN001 デルタガンダムを設計したものの、これはフレームの強度不足から採用が見送られた。その後アクシズからの技術交換によって得られたデータをもとに、より変形機構が簡易な実験機である MSA005 メタスを開発したが、これは難なく進捗しデータ収集も完了したものの、既存のモビルスーツからはスタイルが異なる試験機の域を出ないものであり、白兵戦には適さない機体であった。そこでさらに非変形型の MSZ006X プロトゼータガンダムが開発されたが、この機体はアナハイム社特有のブロックビルドアップ機構により生産・整備性を高める狙いがあったものの、制御系に課題を残した。そしてこの MSZ006X をベースに変形機構を盛り込む試みを行い、変形機能こそ実証したものの、フレームの設計からモビルスーツ形態時における金属疲労に耐えきれなかったことから実用化には至らなかった。その後ティターンズが開発したガンダムマーク2が同社に持ち込まれたことで状況は一変。ガンダムマーク2に採用されたムーバブルフレームの設計思想は斬新であり、可変モビルスーツに要求される機能を十分に備えたものであった。アナハイム社はこの技術の習得後に大気圏突入能力の実証を目的としてフライングアーマーを開発、ガンダムマーク2のオプションとして用意し、データの収集を行った。さらに神指弾による変形モビルスーツ案のプロットを採用。ムーバブルフレームによる可変機構はアナハイム社所属のゲルハルト・グルック博士の手により実用化される。こうして完成したゼータガンダムはウェイブライダーと呼ばれる巡航形態への変形能力を有し、大気圏突入をも可能とする破格の汎用性を実現した。本機のムーバブルフレームの基本構造はコピーが容易である上に、他の機体とは比較にならない強度を持っていたため、以降に開発されたモビルスーツのほとんどがどこかにこの構造を取り入れている。ジェネレーター出力も高く、高出力の超小型核融合炉を備え、ゼータガンダムは宇宙世紀100年代の機体にも近似する仕様と言える。便宜上第三世代モビルスーツとも称される高性能モビルスーツとなった。はい、ということですね。では続いてゼータガンダムの巡航形態であるウェイブライダーについてです。ウェイブライダー形態へと変形することで、本機はバリュートなどのオプションを装備することなく、単独で地球への大気圏突入が可能となる。モビルスーツ形態では背部に配置されているフライングアーマーは、ウェイブライダー形態では仮面に配置され、機首部も構成するシールドとともに衝撃波を機体の仮面に集中させる構造となる。機体の装甲素材の耐熱性だけでなく、その衝撃波に乗ることで大気圏突入時の熱からカバーされる仕組みとなっている。
本機の配備以前にガンダム Mk2 の大気圏突入用の装備として非変形のフライングアーマーが開発されている。それはゼータ計画の一環として行われており、ジャブロー進行戦で運用された同装備により本機のウェーブライダー機能が検証されている。ウェーブライダーは大気圏突入能力のみならず宇宙戦闘機としても優秀な加速性能および航続距離を備えている。モビルスーツからの機体形状の変更は機体各部に分散配置されたスラスターのベクトルを後方に集中させ、全推力を加速のみに用いることを可能とさせる。しかし腕部や脚部などのモジュールは機体剛性の確保のため固定され、ハンバック機能は失われる。したがって直線加速には優れるが運動性はモビルスーツ形態より低下する。その特性から大気圏突入時以外での運用はおおむね高速移動を目的とされている。ウェーブライダー形態はサブフライトシステムとしての運用も可能である。ウェーブライダーの上面にモビルスーツを一機乗せたまま大気圏突入を行うことが可能で、機動戦士ゼータガンダムでは100式を、機動戦士ガンダムダブルゼータではキュベレイ Mk2 を乗せて地球に降下している。また土台下位のようにモビルスーツと連携した戦闘を行うことも可能で、キリマンジャロ襲撃戦ではクワトロが無人のウェーブライダー形態の本機に100式を乗せて遠隔操作により飛行し、カミユの元に機体を運ぶシーンがある。ウェーブライダーは熱核ジェットエンジンによって大気圏内での飛行も可能ではあるが、機体の横面積が小さく膨大な推力によって強引に機体を飛翔させているに過ぎない。そこで空戦能力付与のため可変抗体翼を備えるフライングアーマーも考案されている。これを装備するゼータガンダムの巡航形態はウェーブシューターと称され、大気圏突入能力を省略して大気圏内での低空飛行性能や離着陸距離、航続距離などの航空能力の向上が図られている。はい、それではウェーブライダー形態へと変形させてみます。フライングアーマー、腰部リアアーマー、胸部装甲から背部のスタビライザーにかけてのブロック、腰部サイドアーマー、そして脚部をばらします。頭部、両腕、胴体の一部と腰部のフロントアーマー、そして股関節は未使用となります。はい、それらの代わりとなるウェーブライダーのベースとなるブロックを組み立てて、先ほど本体から取り外した腰部リアアーマー、胸部から背面のスタビライザーのユニット、シールド、そして脚部は折りたたんで、腰部はサイドアーマー、フライングアーマーはウイングを展開し、ビームライフルは方針を縮めてグリップを収納し、それぞれ装着します。はい、ハイパーメガランチャーも装着が可能で、グリップや方針を収納してランディングギアを装着した上で本体の下側に装着をします。はい、可動はご覧の通りですね。古いキットで広い可動域ではありませんが、特別不備は感じさせません。そして安定感は高い方だと思います。股関節がボールジョイントで固定の大腿部ですが、大腿部の可動域は比較的広めに感じます。はい、合わせ目ですね。頭部、胴体の肩関節付近、胸部の側面、ショルダーアーマーの肩関節側、肩、前腕、太もも、肩体の一部、膝関節の一部、肩体のスラスター、フライングアーマー、そしてビームライフルとハイパーメガランチャー、
以上に合わせ目が入ります。はい、最後に新旧 HG のゼータを簡単に見比べてみたいと思います。新しい方のゼータについてはプロポーションやディテールに手は加えてはいませんが、 RG のデカールを貼って一部部分塗装をした上にしかも軽くウェザリングを施してしまっていて、余計な情報が多いので、細かな比較は今回はやりません。簡単にねプロポーションだけ見比べてみます。旧ゼータは上半身にボリュームがあり、胸部肩が大きく頭部の横幅も少し広めに見えます。新ゼータはフライングアーマーが大きく、腰部フロントアーマーが少し長めになっています。はい、あとはやはり頭部の、シルエット、加えて目つきや顔つきなどのフェイス部分もかなり違いますね。ざっくり見て旧ゼータは力強い印象、新ゼータはややスリムな印象ですが、分割して見比べると各ブロックの配置に大きなズレはなく、比較的近いバランスではあると思います。はい、では今回はここまでです。どうもありがとうございました。失礼いたします。